奮闘戦いながらのいちご狩りです。はい、これこんなにユーマお、よいしょ。こんなやつを俺もすでにだいぶ食べたけど、ちょっと牛乳をねえ、ママもういらない。入れて、すごいね、いちご狩り30分で食べ放題。もうちょっとお腹いっぱいになってきた。紅ほっぺも食べてる。これね、このビジネスはすごいね。うちの仲間も今これを作ったんだけども、お客さんもまだ入れる体制ができてないのに、もういちごが売れてしまって今困ってるところがある。ほら、こんなでかいの、ほらほら、これもでっかいの。うん、取ってもいいよ今。よし、食べようね。これもでっかいの、これもでっかいの。知らなかったね。だが知らなかった。食べてて、おいしい。全部美味しいしか言ってない。美味しい。うん。あ、甘いね。別に多すぎには止まらんけど。どう？2500円ですね。そう、確かに。そんなに食べられないよね。子供は1000円だって。ペンとペンと。今ちょっとパパにイチゴ取ってきて。そこでイチゴ取ってきて。大きいの取ってきて。ママ取ってきて。これだけ食べたけど2500円だよね。2500円で、うわ、ちょっとお腹いっぱいになってきた。あら、なんか花も、シワ花、あ、茶会、うわ、すごいね。ビヨーンと中央ハウス。ユマの写真撮りたい。食べちゃった。食べてパクッ。食べる、食べて、うん、はい、あ、これ列によって種類違うんだ。そうだよ、今気が付いた、うん、だから今食べてたのは紅ほっぺ。香りのって初めて聞いた、うん、香りの秋姫もあるし、いちごの食べてみた。うん、いちごっておいしい。あれ、いちごっておいしい。濃い緑食べてみようかな。あ、濃い緑が、濃い緑、これ緑じゃないじゃん。濃い緑っていうの、あ、ちぇ、これいちごの具合だな。もうかじってそのまま捨てちゃダメだよ。それ食べないと。大きい。ダメじゃないよ、お前これ。先っちょだけかじって。
そう思ってた、そうか、バッグ持ってないでっていうのはあれだよね、バッグの日出て帰るからだね。バッグ持って持ち込まないでくださいって書いてあって。今見て大きいよ、ほら。うわ。これは濃い緑。すごい、これはこれ紅ほっぺのレッドだ。ああ、そうか。紅ほっぺって甘いよね。ああ、腹いっぱいだった。いちご狩りに来ました。欲と感情で思いっきり食べて、今下痢しそう。でもこの季節だけの風物詩というか、本日のこれだけ食べました。2人で5,000円。あ、ちゃうか、2,000円。え、どうも、清水邦明です。ライバーハウス TV というテレビ局を作りました。このライバーハウス TV ではですね、今いろんなものとか情報がある中で、ライブコマースっていうんですかね、生配信で、その商品とかものに惚れ込んだ人が、ライバーが生で、その商品を紹介するというテレビ局、まあそれに限らずいろんな楽しいこととかですね、嬉しいことを放送していくテレビ局に、したいと思っております。もうすでにですね、今このライバーハウス TV は稼働してまして、今のそのものの売れる形ですね、販売形態が大きく今変わろうとしています。それに先駆けましてライバーハウス TV を立ち上げましたので、ぜひお聞きいただきたいと思います。この後詳しくご説明しますので、どうぞよろしく。